チームキュートのペンギです。おっといい連携、みんな同じポーズ。オレンちゃんでやられるか。おっと、ああ残したけどいいですね、全員での落水、落水点。さあチームヒュージー、チームヒュージー日本みんなの演技です。これは揃ってる、シンクロ点高いよ。これはさあチームアーチャー、先頭は新たな好み濃いで、おお座ってる、おーっと耐えた耐えた、あー落ちた。いいですね、最後の飛び込みは得点高いですね。いきますよチームキュート、揃ってる揃ってる、ちょっとバラバラだけど、さあチームキュートの演技です。さあどうでしょうか、チームキュート1人目落ちる、2人目飛び込む、3人目耐えるけど落ちる、4人目も落ちる、5人目そして落ちる、パーフェクト。いいよ、みんな流れてます、これはいい演技です、これは高得点が期待されます。いいチーム愛、いきますチームヒュージー。さあチームヒュージーの演技です。前がどんどんここからも差が開いてくる。チームヒュージーどうでしょうか、1人目落ちる、2人目落ちる、3人目飛ぶ、4人目耐えて落ちる、さあ今のは減点対象か、ちょっと感覚が開いてましたね。楽しそうなんで OK。 はい続いてチームオールラウンドいきます。あもうバラバラですね、ここはポイント低いですね、もうバラバラ、息が合っていません。さあ全然息が合ってないこの4人、もうすごい遅い人とすごい速い人で分かれてるから、もうこの時点で予選通過は難しいです。チームオールラウンドチームワークバラバラです。さあ落ちるからの2人目、おっと落ちない、あ今のなんか面白いロック落ちみたいな感じでね、3人目来ない、3人目来なくて、さあこれ登場、さあ落ちる、さあ4人目、さあどうだ、お約束、はい感覚で散ってますね、これはいい得点入りましたよね。え最初の息の合ってなさは近い位置でしたけど、さあチームアーチャー行きましょう、チームアーチャーいいですか。あーもうあもうバラ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 だし、もうなんかもうセットアップできてないし、さあこれはどうだ、厳しいスタートになりましたチームアーチャー、もう横並び横並びで入ったチームアーチャー、どうだ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 、おっといい落ち方、いい V 字を描いて、いいですね今のは評価高いですよ。さあそこからのダイブ、ポンちゃんが横で爆笑してます、これは加点が高い、お手振ってるよ横で。さあチームキュート行きましょう、よーい、あもうバラバラですね、もう揃わない、もうそれはいいよみたいな感じになってますねきっとね。おいいですね、ピボットターンをやりつつちょっと遅れる桑さん、どうだ追いつけるのか、少し定感が空いてしまいましたがどうでしょうか、ここチームキュートの演技。さあまずはクリーンメイク、先頭ロッキー、さあ2人目なんとか残して、3人目は落ちる、さあ4人目猫さんなんとか耐えるが落ちる、おっと桑さん飛び込む、まあ余裕がありますねみんなね、ねえチームキュージー行きましょう。いい、ちょっと違うポーズしてくれた、いえないですね、違うポーズ、でも1人だけこれが揃ってたらよかったけど、さあチームヒュージの演技、さあ先頭いいですね、いい速度で突っ込んでいく、
さあ、あのだ、少し捕まって、危ない。おっと、今のは何、サスケみたいなね、追い紙版サスケ、サプ避けるみたいなね。さあ、どうでしょうか。お、いいですね、耐えた耐えた、いい演技でしたと思ったけど、もう一人。さあ、ここね、あ、ちょっと乱入者ですよ、これはチーム牛人乱入者ね。さあ、これはクリーンメイクだけど面白くはなかった、特に面白いシーンではなかったですね。次あります。さあ、追い紙カップ2021ね、お、来るのはオールラウンド、チームオールラウンド行ってみましょう。さあ、チームオールラウンド、手が鳴る前にもうスタートしている、待ちきれないこの思い。さあ、どうでしょうか、チームオールラウンド、ね、まずは1人目、おっと、まくられて、ちゃんと止まってましたね、今ね、カメラ得点高いですよ、ね、さあ、ここ、おっと、まくられたけど、ね、みんなで仲良く、さあ、4人目のエントリー、翔さんも行ってみましょう。さあ、立ってチャレンジ、あちゃん、行きましょう。さあ、もうポージングはどうでもいいと言わんばかりに、もうね、でもいい、これはいいですね、2人並んで、さあ、横並列、そこからの、さあ、耐えてる耐えてる、さあ、3人目もメイク、4人目、この道は飛んでいく、面白い、からのラマリン、いいですね、イルディ、まるでこのみちゃんのミスを何もなかったかのようにね、ごまかしましたね、今のチームワークで、素晴らしい、誰も落ちてない。さあ、チームキュートの演技いきましょう。あ、なんか違う、ダサい、とにかくダサい、ポーズがダサいです。さあ、ダサいポーズから、あ、でも綺麗だ、まるでカルガモの親子のような綺麗だね、集団投稿。さあ、ここからロキ落ちる、ササッちゃん落ちる、あっと、これはどうだどうだ、2人、おっと、超えていったからの、ね、今のは桑さん難しいところよく行きましたね。ねえ、みやちゃん大丈夫だったかね、え、OK サイン出てますね。さあ、チームヒュージの演技です、行きましょう。おお、これは回転パドルからの、1人パドル落としてる、おっと、1人パドル落としたように見えたが、どうだどうだ、今のは減点対象になるのか。さあ、ここから、さあ、スタンス変えてかっこよくエントリー。さあ、まず1人目、さあ、越えていく、2人見続けるか、コンボボーナスは入らず、3人目、ここからパドル落としたけどリカバリーしたい。さあ、4人目、あ、パドル落としたのうちなんでしたね、ね、あ、でも乗ってる乗ってる、スーパーマン、スーパーマンスタイルからの、さあ、ここ越えて落ちる、ね、あ、でも散らかってないですね、散らかってないのはいい感じですよね、散らかってないことが大事ですから。さあ、チームオールラウンド行ってみましょう。変な音になっちゃった。さあ、もう息はバラバラで、ズタボロです、ここまでオールラウンド、もうみんなそんな余裕がないっていうね、いいですよ、もうチーム戦ではない、もうソロ戦ぐらいの距離感ね、それでも行きます、1番手さあ、ここ落ちる、ね、2人目3人目ぐらい来てもいいぐらいの時間が空きますんで、しばしご観覧ください皆さん。さあ、ここから2人目、さあ、どうだどうだ、お、あっと、惜しい、残したと思ったけどね。さあ、4人流れていきました、ね、なんかよく何やら盛り上がってますね、みんなでなんか作戦会議ですか、みんなでやろうみたいな話あれですかね。あれですかね、もうすぐ誕生日が近いタマさんのためにみんなでこっちでね、誕生日のあのサプライズの準備でもしてるんでしょうかね。今からハッピーバースデーが、これからね、サプライズでやるかもしれないです、ね、さあ、みんなで行くっていう提案がありましたけど、チームキュートは首を振りましたね。チームキュート、チームキュート行きましょう。さあ、チームキュートの演技、おお、すごい綺麗なシンクロピボットターンからのね、みんな揃ってるからみんなで行くっていううちの社長の提案をね、一周しました、ロッキーマネージャー、いいよいいよと首を振りながらね、
すぐにスッとスタートしていきました。チームキュート、いいですね、このね出だしだけ出落ちみたいな感じ、このねエントリーだけ良かったけどその後ひどい感じ、この好きです、僕はこういうのね、この散らかり具合、ここも含めて見てほしい。チームキュートの演技でした。さあチームキュートの演技力にね対抗して他のヒュージー、アーチャー、オールが結託しましたね、これね、みんなで力を合わせて。残念ながらサプライズパーティーでありませんでした。いきますよ。さあみんなでバトルを上げて、どうだどうだ、おっとこれはカズに物を言わせる、ね、お金に物を言わせるうちの社長と同じタイプのやり方ですね、これはね、カズで勝負。さあまずは社長がね難なくクリアをして、そこに続く猫のねみんなっていう感じの絵にしたかったんでしょうけど、まずボスが落ち、みんなが落ち、ね、1人生き残ってますけど後ろは来ないんですね。そしてね後ろは別にみんな行くわけじゃないんですね、みんなで行くのかと思ったら。さあみんな行きましょう、チームブルー、チームブルー、ヒュージとオールが結託したわけですね。あそこはみんな一緒じゃなかった。おすごい足の開き方がもうねストンと、もうね、さあどうでしょう、あ危ない危ない危ない立ち方気をつけてみんな、なんか叫んでる、なんか叫んでる人いるけどね、えさあおっと落ちてます落ちてます、勢いだけは良かったチームブルー、声だけは出ていたチームブルー、散らかり具合はすごいねこれね、いやー耐えてますね。さあチームブルーね、さあデート組に1人ヒロさんが入ってきました。はい、チームブルーみんな散っていきました。さあチームキュート、いけますか、いきます。さあここは5人揃ってのピボットターンからのエントリー、チームキュート素晴らしいスタート。しかし先ほどはもうこれが出落ち、その後ひどいもう散々たる結果でしたけど、さあ次はどうでしょうか、このねメインの部分もみんなでメイクしていきたいけどね、今のところさっきとあんまり変わらない。さあいいですよこれね、2連チャンでね同じ演技をメイクするっていうのは難易度が高いですからね。ここでチームヒュージすごく上流からエントリーしてますね、景観を詰めるためにやってるんでしょうかね。さあチームヒュージ行きましょう、もうバラバラ、すごい5人が5人全員バラバラっていうね、もう誰も誰一人としてこの合わせることのないこの団結力のなさ、チームヒュージ、もうチームヒュージはねそれぞれがメイクすればいいと思ってますから、みんな自分しか見えてない、みんな自分のメイクしか見てません。チームヒュージはそれぞれのメイクができればいいとね、そういうメンバーですチームヒュージ、ね、いいチームワークですよ、いいチームワークですよ、みんなそれぞれね、おどんどん来た、乱入してきた、チームアチャが乱入、あチームアチャがね華麗なるテクニックでお二人残しましたね。朝どんどん来るどんどん来る、すごいことになってる絵面が、ね、いいですね、面白い。お湯にカップ2021、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしております。